さあ、今日はね、居残りがあります。居残りなんですね。居残りありますよ。あの、僕はちょっと話したいとことがあるので、5分ちょっとお時間いただいて、その後北条さんにバトンタッチしますので、北条さん、うなずいておいてください。はい、わかりました。この間、9月2日の愛媛対町田 J2、1対2で町田が勝つんですが、 はい。なんと山瀬康二が、ああ。ゴールを決めまして。ああ決めましたね。21年、はい。連続ゴールです。はい、おめでとう。すごいですね。すごいです。出たすごいよ !21 年よ。21年ですよ。すごいです俺。俺絡んでるよ。2006年、<え>2007年。 あちょうどあれじゃないですか、2桁得点取ってる時とか。そうで、<点>代表とかにも確か呼ばれたんだよね。うん、でもね、二千その、まあ、俺が知ってる限りは、2006年に、こう、うん、ヘルニアで腰です、<ー>すすごい保存でいこうって最初やってて、うん、だけど練習で何かがあるたびにも痛い痛いみたいな感じになって、 ああでずーっといろんなトレーナーとかドクターにも相談してたけどもなかなかいい治療法というかなかなか,なかうまくいかず痛みが引かず、はいうん、で彼は最終的には手術を決断するんだけど、うん、やっぱり腰にメスはやっぱ相当怖かったみたいでまあそうですよねなんかこういろいろこう自分でこうないろんなことを探しながら。ああ 最終的には手術に踏み切る。で、その時を知ってるので。そう,そうか、そうか。あれをこう克服して、ようやくサッカーでできるようになって戻ってきて、2006年もその途中から俺が監督やった時にも、彼は途中から戻ってきてくれてるようなタイミングだったから、うん。すごいやってくれたんだよね。20試合は出てるんだよね。2006年って。うんうんうん。その大半を俺が一緒にやってたから、そうか。ものすごい助けてもらったんだよね。 うん、だからそういうとこからしてそこからマリノスでずっとまだいてで、うん、いろんなチームには移っていったけど、うん、その時に奥さんがすごくこう浩次のことを、うん、なんていうのかな助けてくれたというか奥さんもいろんな資格を取りつつ工事をサポートするっていうふうに役回りになってんかその夫婦の支え合いみたいなのも、うん、そう。 それも感じたし、でそこから、フードマイスターか、うん、なんかのそういう資格も取りつつ、なんかいろいろ奥さんはこう、はあ、奥さんもこうステップアップしていくっていうか、どんどん奥さんの、こう、なんだろうな、工上支える愛じゃないけど、なんかそういうのを感じてて、うん、だから21年連続ゴールっていうのはね、ただただ健康だけではなくて、うんうん いろんなことを乗り越えてきた強さとか、い、ま、ろ、あ、んな人の支えとか、うん、そういうのあったんだろうなと思って、うん、まあ,ある意味感慨深かったかな、うん、いや僕もね、一回あ、奈美ちゃんだったな、大竹奈美ちゃんが結婚式かなんかに行ったときに、ちょうど山瀬夫妻が来てて、うん、で奥さんと二人でこう話したときに、やっぱ、すごく奥さんと一緒にいるときに、すごくこう、多分すごくポジティブな奥さんで、山瀬もなんか、 変わ今までちょっと変わったなって雰囲気がちょっと僕はその時受けて、ああすごく前向きというか明るい感じがね、伝わってきてて、あ、なんかいいなって、その時すごく思ってて、多分、水間さんのか話とちょっとそこ通じるんだろうなって今思いましたよ、水間さんの話って。やっぱりそういうふうに変わっていくっていうのはあるんだよね、やっぱりね。<laughs> それでもよく言いますよね、昔、七海博士も言ってましたけど、ね、やっぱりその選手は自分だけじゃなくて、いろんな人の支えが必要だから、 やっぱりその家族とか、まあ、奥さんとかもっていうその力はすごくやっぱ大きいからって話はね、うん、よく言ってこうじゃこう何だろうサッカーに対しても結構真摯だからうん真剣にない考えすぎちゃうみたいなところがあってああなるほどね結構考えるタイプの選手だったと思うんだよねああ<ー>で多分それだけだと行き詰まる部分ももしかしたら出てくるかもしれないし、うん、そういうことからすると奥さんがそういうポジティブなことをこうど,んど,んどんどんどん投げかけていって、うん こう字をう変えてってくれた部分はもしかしたらあったかもしれない。あれ、うんね、これはわからないけどね。うんうん、いや、僕ね、偶然だと思うんですけど、昔、彼が北海道ですよね。出身、うん。山瀬。で、小学生の時に、なんか全国サロンフットボール選手権みたいなのを取材しに行った時に、うん、まだ小学生の山瀬は俺見てるんですよ、確かに。うん、代表でできて。うん、うん。で、そう、あ その子が今 J リーガーになったんだってちょっとその感慨深いなって思った当時だからフットサルって言われてサロンフットボールって言われてた時代だから当時はねああの子がプロになったんだって思ってなんかその時はなんか考えがありました本当にその時、ね、えー、ちょうど2006年の時2006年7年って弟の山瀬由紀、うん、あはい、はい、山ちゃんって呼んでたんだけど、うん、彼もいて、うんうん、でもなかなかきょ兄弟仲良さそうじゃないんだよな ライバルっぽいんだよラ。ライバル関係。<laughs> でも、その山ちゃんも今、北海道で指導者になってるってうを聞いて。ああ、そうなんですね。えーっと思って。うん、まあ噂だから定かではないですけどね。うんうん、<laughs> まあ、でもそんな話を今日はしたかったので。でも21年と言わず、22年、23年ってね、続いていくように、本当に息の長い選手なのでね、ね頑張ってほしいな,なというふうに思います。